さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの五味矢坂です。今回も始めていきましょう。さあこちらですよ、いいから比較動画、今回もスタートでございます。比較する車両はもうこれ2度目の登場ですかね。さあスイフトスポーツのマニュアルです。今回以前オートマと GR ヤリスの CVT ですね、これを比べた時がありましたけれども、その時にポロと比べてみたいって、しかも GTI 今回ホットハッチ比較みたいな形で展開をしていきたいと思います。もちろん相方はマリオさんになりますけれども、マリオさんに今日お願いしたのは、助手席に乗るならどっちがいいのっていう、マリオさんにとっては一番困る質問かもしれないですけど、スイフトスポーツを選んだんですね。はい、さあその狙いは、狙いはですね、まあ、やっぱり単純に助手席として居心地がいいのは、はい、ホットハッチ好きの彼女ができてですね、私助手席座ると、はい、運転は女の子の運転するみたいな、夢妄想、あるいは、はい、来世でできたらいいなみたいな、はい、を想像したら、うん、こっちかなと。だからホットハッチ好きな彼女が今運転してるよって、その横に乗るんだったら、はい、マリオさんはこちらの車両がいいってことです。なんでポロじゃないの。いやポロでもね、ポロでも全然実はいいんですが、うん、広々とした感じとか、うん、総合的な開放感ね、うん、開放的な感じ、はい、あるいはそのね、自分があくまで助手席に乗ると、うん、いうことを前提にすればこっちを選びました、スイフトを。なんか理由を言ってそうで言ってないっていうね、理由ね足元広いのと、はい、まあ単純にやっぱりね、路面の入力が全然違ったんですね、うん、ああじゃあそのあたりはあれだね、はい、あの来週の市場を見ていただくと、そうですね、もうこれ、はい、同じホットハッチなんですけど、先に簡単に言ってしまうと全く乗り味が違ったね。違うんだけど、両方とも紛れもなく、はい、ホットハッチだよね。そうなんです、どっちもね。これがね、ホットと同じ。面白かったよね、今回の試乗って、はい。質が全く違う。実は、このいいから比較動画って、内情を言うと、今ここで内外装の比較を撮ってるんですけど、最後に実は試乗のあの高速のまとめで撮ってるんですよ。今、僕らの中で、多分、マリオさんもそうだと思うんですけど、結論出てないよね、実は。まだ出てない。いや、今回本当に悩んでる。これ最後の最後の悩み。これすごいよね、乗り比べてみるまで、はい、こんな悩ましい結果になるとは思わなかった。はい、さあ、改めてですけれども、ちょっと情報として、はい、ポロ GT、はい、こちら411万円の車両にこれ12万円のスポーツパッケージがついてるので、はい、ちょっと正式名称間違ってたら本当すいません。電子制御ダンパーといっても、あの細かくリニアに調整されるんではなくて、ハイとロー、要は硬い、柔らかい、まあこの2段階調整という形で、それを選ぶとこの18インチ、215/40/18インチがこれついてくるっていうパッケージがついてるんですね。はい、なので411万円プラス12万円というような形です、うん、それに対して、はい、さあ、はい、スイフトね、スポーツ、ね、言えた、お言いました、本当神そう、はい、ちょっと言ってくださいスイフトスポーツ言いました、ギリギリやっぱスイフトは言えないな僕、本当安いですよね、これね、この車、いや本当にね、コスパやばいよね、どうやったらこの値段に収まるんだっていうか、安いんですよ、もう出た時から、本当鈴木さんにこれ聞きたいよね、なんでこの値段になっちゃうの、ね、どこケチったらね、こうなるんだっていうのがね、ケチったらって、いや分かんないですよ、言葉が、いや本当にね、あここがなんか安っぽいねとかね、あボディペラペラだねとかね、ないのだから僕らの目から見た時に、なんでこんなに安くできんのかが分かんないよね、外から見るとね、そうなんですよ、うん、これ価格としては202万円です。おお安い、202万ですよ。もう今日こんなホットな車でね、200万円ってもう本当に唯一ですよね、もうね、もはや。そう。で、オートマだと209万円ですけど、うん、前回持ってきた車両は。はい。でも、まあ、ナビゲーションとかこれついてないので、最初。はい、この202万円には。だから、そういうのを選んでいくと、20万円ぐらいはちょっと高くなるっていうところではありますけど、それでも230万とか弱でしょ？激安ですよ。で、その車の助手席に僕なら、はい、ホットハッチの彼女を運転していただき、乗りたいと言ったマリオさん。はい。さあ外からの見た目どっち好きですか。これはまたね、このスイフトも、うん、もうデビューしてもう6年目かな今年でね、はい、にもかかわらずそんな古い感じもしないし、うん、我々おっさんから若者、そしてね妄想の中の彼女、女の子乗っても似合うし、やばい、マリオさんが何、妄想の彼女を三人称的に使い出したね、ついにね、はい、まあ本当ドライバー全て似合うと言いますかね、選ばない。あ、マリオさんスイフトスポーツ好きなんだ、うん、見た目結構、うん、かなり好きです、こんな形好きです。あ、まあ、はい、まあ確かにバランス取れてるよね、はい、しかも何気にこれだけの明確なるツートンカラーをこんなに嫌味なく着こなしてるってすごいですよね、うんうん、はい、そうですよね。ちなみにタイヤサイズは、うん、
ポロの純正は17インチなので、GTI ですよ、ポロは。あの、はい、ポロポロでずっと言ってますけど、GTI のことです。もう、ホットハッチを今回比較という形なので、で、それで言うと、こちら17インチ。だから、標準サイズで言うと変わらないんだな。といっても、18インチはオプションないのか、スイフォは、はい。195、45、17インチを履いております。で、コンチネンタルのスポコーン5を履いておりますね。はい、スポーツコンタクト5を履いております、はい、あ、それで言うと向こうタイヤ何でしたっけ、はい、タイヤのメーカーがね、タタタタ、あ、一緒だ、スポコン5同士の戦いだったんだ、はい、同じスポーツパッケージなしで比べたらどうだったのかね、ね、どんなタイヤ履いてたんだろう、それちょっと興味ある。あ、ライトかっこいいね、 IQ ライト今時やっぱこの辺り、はい、あ、やっぱね、デザインは僕こっちだ、洗練度が高いですよ、こっちは、ね、マリオさんごめんなさい、ちょっとね、はい、いや、スイフトをこういう風にね、ええ、ちょっとこれオーナーさん怒らないでね、怒らないでね、好きですから僕も、映像としてこれをパッと収めてる時にめちゃくちゃバランスいいしめちゃくちゃかっこいいんですけど、なんかちょっと上質、やっぱりこうなんかエレガントというかね、うん、なんか洗練度が高いのかな、やっぱりそう、あ、それだよね、洗練度だよね、はいはい、なんかね、細かいところの造形とか、あ、ディテールが、いや、まあ、この目のあたりとかのレッドラインもやっぱ相当アクセントで効いてるんでしょうし、うん、はい、まあ、とは言っても、でもマリオさん、やっぱスイスポもやっぱね、デザイン性の良さはあって、はい、まあ、僕は絶対的にこれはね、言っておきたい、このカーボンではないけども、このカーボン調のこのデカールが貼ってあって、はい、だからこれ202万円でこれをちゃんとやってくれてるっていうのが、うん、これありがたいですよね。まあ、大事ですね、こういうところ。大事、この見せ方ね、はい、でしかも、うん、このサイドもそうでしょ、サイドステップも、さらにもっと言えばリアのこれもカーボン調の全部デカールでしょ、はいはい、だこの辺りの作りがおしゃれだし、うんうんうん、さらにはこのツートンカラーがこんなに似合ってるっていうのが自然の中で似合ってるじゃないですか、はい、これは本当おしゃれだと思います。そうですね、うん、はい、これで202万円ってすごいですよ。でもこちらに目を移すと、うん、やっぱかっこいいなってちょっとなっちゃうところもあるんですけども、ええ、まあそれぞれの良さというところでね、はい、価格差約2倍あるわけですけども、はい、見た目的には2倍までいかなくても 1.5 倍ぐらい価格違いそう、ええ、それは感じますね、パッと見て。だってサイドの、まあ、こういう GTI のエンブレムもそうですけども、はい、このプレスラインもすごいでしょ、鋭いでしょ、はいはい、この辺りもそうですし、後ろから見た時の、あ、なんかね、大人で、このままの感じで、あ、ちょっとやんちゃって感じだね。悪く言うとちょっと子供っぽさはあるのかな。うん、でも、それがなんかホットハッチとしては、うん、ほら、なんかさ、ほら、このスポーツがさ、踊ってる感じや、この斜めで、スポーツするぞみたいな、はい、躍動感。そう、躍動感。で、それに対して、こちらは、なんかおしゃれでしょ、この GTI っていうので、これ表現してて、この。もう一つとってもなんか、車のキャラが出てますね。だから、やっぱ、ターゲットが違うっていうのとは違うんだけども、うん、なんか、うん、やっぱ価格が違うから、はい、アプローチする層がちょっと違う感じはするね。そう考えた時に、はい、僕らは乗り味知ってるでしょ、ええ、乗り味逆だと思わない？ああ、そう思うとそうですね、確かにそのキャラ見た目の印象からすると逆で、なんかだからしっくりくる、まあ、それはちょっと答えになるかもしれない。だからそうです、ね、多分、はい、いや僕ね、ずっとなんでこんなに違和感的にそのなんていうの、自分の頭の中が整理できないのかっていうところなんですけど、ええ、見た目と乗り味の現象が一致してないですよ、これらの車。逆というか、逆なんですよ、このエレガントさからね、ちょっと予想だにしないものがあったりします、ね、逆にポロがなんでこのデザイン、このスタイルでこんなに言ってるのってやってるのっていうね、まあそういう感触もちょっとあるわけですよ。あ、でもマフラー2本出しかっこいいですね、左右一本一本やっぱりね。そうです、このバンパー形状内蔵型で、ええ、はい、かっこいいと思います、はい、じゃあちょっとライト周りチェックしてていいですか。はい、さあ、スモールライト、ポジショニングライトですね。ちょっと昼分かりにくいかもしれないですけど、ここがギラーっと光っております。で、ここでヘッドライトをつけるとピカッと、かっこいいかっこいい。スイスポはスイスポで、なんかすげえおしゃれ感はありますよ。で、あ、ハイビーム、ロービーム、おー、もうバイビーム型ですね。で、フォグランプ。あ、フォグランプ黄色だったか。まあ、ここはいつでもまあ自分でも白に変えれますもんね、ホワイト系に。はい。で、ハザード。ハザード可愛いっすね。まあ、贅沢言わないです。だって202万円ですよ。さあ、後方です。まず、ポジショニングランプ。今、はい、ここが光っております。キラッと。輪郭の部分ですね。じゃあ、ブレーキランプを踏むと、はい、グラッと。
で、ハイストップマウントのランプもつきます。で、ここからハザードチカッチカッ、なるほど、ここが光るんですね。ちなみにリバースランプお願いできますか。視聴者の中からリバースランプも見たいっていう声が結構あってですね。はい、あ、リバースランプ両方ともつくんですね。はい、白がつきました。じゃあポロも行ってみましょう。さあポロ、やっぱマリオさん、価格が倍近くになると、ラインが倍なのかもしれない。すげえかっこいい。もうね、夜見た時のかっこよさは、これ、要は輪郭が映んないから、こっちだね。もう、ポジショニングランプのヒゲラインも2つあるし、それがセンター、ドシッと、もう1本筋が通ってるし、その上に赤ラインも入ってて、かっこいいわ。はい。で、あ、ヘッドライト、ヘッドライトつけた時に、この下側まで光るのも、いいですね。で、上向きお願いします。あ、上向きが内側なんだ。ハザードを、あー、かっこいいかっこいい。シーケンシャルではないんですね。いや、何にせよね、かっこいいわ。やっぱさあ後ろ、さあ後方ポジショニングランプ、あ、やっぱね、ライト周りが、まあ価格の違いって言われたらそれまでなんですけど、でもやっぱライトはかっこいいかっこいい。まあそれで言ったらスイスポももうちょっとライト頑張ってもいいかも、ちょっと高くなってもいいからっていうユーザー層はいらっしゃると思うな。ブレーキランプ、あ、ブレーキランプは、はい、ここがつきましたね。そしてハイストップマウントも、はい、つきます。で、あ、これリアフォグですね。リアフォグつきました。はい、リアフォグなので片方だけです。霧が出てない時はつけちゃダメですよ。はい、あ、シーケンシャル来ました。ハザードシーケンシャルいいですね。じゃあリバースギアを、おお、リバースギア、はい、ランプつきました。で、カメラここです。これ可愛いですよね。このエンブレムがポコッと動く形で、はい、カメラが出てきます。はい、マリオさんありがとうございます。はい、ちなみにマフラーは2本出しですけど、片方からの2本出しでございます。右側にはないです。さあこっからですよ、うん、いきますよ。はい、これもう試験でございます。はい、全長どっちが長いでしょうか。長いのは、はい、長いの難しいな。これ幅と高さはね、結構一目瞭然なんですよ。え、嘘、本当に、うん、じゃあ幅からいく。 幅どっちが広いでしょうか。やっぱこっちが絶対広いと思います。どのぐらい、どのくらい、どのくらいというと難しいなどのくらいというと、ね、いや、なんかもう見た目で圧倒って言ってるから、20、2、30ミリは違うと思いますね。本当、はい、はい、見た目的にこちら1750、まあ、ワイド感強調してるので、うん、横方向の貴重なので。ワイドに見えますよね。そう。視覚的に。でも、はい、意外とね、うん、広いんですよ。あ、そっか。1735。あ、そんな。だから、15ミリ差なんですよ。15ミリ、あ、そんなもんなのか。だから結構ね、フェンダーも、フロントもここから見た時にすごい出てるし。そうなんですね。高さはもう、明らかにね、明らかに高いですよ、ね。さあ、マリオさん、横にどうぞ。はい。私、165センチの、鼻くらいだから、うん、これを165引く、これは、140ぐらいかな、うん、正解じゃない。1500です。1500、はい、計算間違えたから、はいはい、そして1000、低いですね、はい、だいぶなので、まあ、マリオさんの喉ぐらいだから1430です、はい、今度からマリオさんの顎の位置だからとか全部マリオさんサイズでやろうで、全長ですよ、はい、全長難しいな、これ、これ難しいな。ホイールベースは多分ポロかな、長いのが。じゃあ思い出してください。あの走りからしてもホイールベース短いのはどちらでしたか、はい、うん、あの走りからすると長いのはどちらですか。あの走りからすると長いのこっちに感じるかな。嘘、それが面白い ね、うん、ね、難しいな。こっちの方が短いです。2450。でも走りは分かる分かる、うん、マリオさんが言ってる意味、うん、2550です。こちら、まあ本当史上早く見ていただきたいそうですね、はい、ちょっと僕らの采配ではそれはできないんですけども、1週間待ってください、はい、で、はい、全長です。意外とこれ違うんです、うん、もう先に言っちゃいますよ。3890、それに対して4085、うん、4超えたか。ほら結構サイズ違うでしょ。そんな違うんですね。だから約20センチぐらい違うわけですよ。そんな長いんだやっぱり。なので、うん、結構な違いだと思います、はい、でそれ以上に違うのは重さ。重さね。さあ軽かったのはどっちですか。軽かったのは明らかにこっちですよね。そうですよね、はい、970キロ。お、1トン切り、1トン切りしましたよ。これ前回持ってきたオートマだと990キロなので、じゃあそれに対して、うん、こちらは体感的には200キロは絶対重いと思うんですよね。200キロ重いということは 1.2 トン超えてると。超えてます、超えてます、絶対超えてる。じゃあ 1.3 トン超えてない。 1.3 に近いかな、どうかな、200、1.25 ぐらいかな。
お、うん、はい、正解は今画面上に出ております。マリオさんには教えてません、はい、じゃあここからちょっとエンジン関連いきましょうか。はい、はい、さあオープン、ダンパーない、重たい。さあマリオさん、ここからですね、うん、細かいちょっとエンジンに触れていく前に、はい、ちょっとここで、うん、はい、カババさんのちょっとご紹介させてください。あのカババさんですね、2月の1日からちょっと基本料金が上がったんですよ。で、それはなぜかというと、サービス拡充のためでございます。どんなサービスかって、これ車、中古車とかで買った時って、まあお店とかだったら少しはそういうの安心感あるかもしれないですけど、やっぱネットとかオークションとかでもし買った時って、なんか壊れちゃったらどうしようとか、もしくはその売る人なんか騙して売ろうとしてないかみたいな、なんかまあそういうのをカバーさんはもちろんチェックするんですけど、一個一個、はいはい、でもさらなる、それでも見落としてたらもしかしたら壊れちゃうかもとかあるわけじゃないですか。まあ、機械ですからね、まあ、何があるか分かりませんよ、特に中古はね。そう、はい、それの保証を始めたんですよ。あ、保証で。全ての項目ではないですけど、30日間であれば壊れたら保証しますっていう、その保証サービスを開始したんですよ。始まったと。そう、保険会社と組んで開発したそうです、うん、カバーさん専用に。そういうのもあってちょっと基礎料金が上がるっていう形なんですけど、はい、これでだから買う方の超安心感高まったと。安心度絶対に上がりますよね。そう、だから一度も車見に行かなくても、もう動画とかでも写真とかでも車の様子は分かるし、はい、まあ今まで通り前乗ってた方がどういう乗り方してなのかとか、そういうのもある程度は分かるし、車の状態とかも細かくチェックしてくれるし、それでも見落としてるかもしれない、なんかちょっと傷を抱えてて壊れちゃいました、もう30日間であればちゃんと安心してその保証が効いてるし、うん、まあそういった買う方にとっての安心っていうのをもうとことん突き詰めてきたのが今カバーさんやっておりますので、はい、なのでこれからもカバーさんど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 んユーザーの声を聞いて、あの顧客満足度めっちゃ高いので、今カバーさんも進化してるわけです、ね、そう、進化してるんですよ。僕が初めて知った頃のカババのサービスは全く変わっちゃったので、そうですか、すっげー充実してきたんですよ。なるほど。なので安く買える、高く売れる、これがとってもすごいんですけど、そこに今絶大なる安心感みたいなものが今どんどん拡充しておりますので、まあぜひとも車を売りたいとき、買いたいとき、まあそういったときはあの概要欄にもあるカバーさんのホームページぜひ人も見てみてください、はい、絶対損しないと思います。かなり抜け目のないサービス、始めておりますのでよろしくお願いいたします、はい、と同時に、いいから比較動画も、よろしく今後ともサポートをお願いいたします。さあマリオさん、来ました、はい、2リッターです、直列4気筒です、7速の DSG です、はい、207馬力、320ニュートン、まあ、なので排気量がスイスポとちょっと違うの で、ね、まあ、この辺りは、はい、まあ、すごいですよね、うん、で搭載位置、エンジン後ろここです。トン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 、ちょうど車軸の上ぐらいだから、エンジンは前、やっぱ全部前です。まあこの辺りはしょうがないですよね、うん、じゃあそれに対してスイープをいきましょう、うん、オープン。まあ両方ともやっぱダンパーはないですね。ないです。でも200万円の車でダンパーないのは納得でしょ。そうです、ね、400万だったらちょっとダンパー欲しかったよね。ちょっと寂しいですね。いやでもホイールでかいのかっこいいね。やっぱ僕スタイルアポロ結構好きかなこのエンジンすごいよね、改めて。いやブースタージェット名前がねでもなんか意味わかる、ブースタージェット、なんか本当にブースターっていう感じ、なんかこう、うん、下級下級っていう感じがすごい刻意味よくて、なんか高架級っぽいようなさ、気持ちよくというか、キャピキャピな子だよねこのエンジンね。本当そうです、分かりやすいですよね本当にね。だから前も言ったかもしれないですけど、本当鈴木さんとか、まあ、本田さんもそうなんですけど、バイクもやってるメーカーのエンジンって僕すごいと思います、うんうん、吹き上がり方がだから車しかやっていない、作っていないメーカーとはちょっと一味違う感じがするんですよね、うんうん、はい、まあ、僕だけの感覚かもしれないんですけど、そう思います。切れ味がね、切れ味がだからキリッとしてる、うん、のど越しさっぱりさっぱりみたいな、ね、うん、はい、すっきりか、はい、はい、すいません、ホットハッチにぴったり、はい、はい、で 1.4 リッター直列4気筒です。ちっちゃい気がしますね、やっぱ見るからにね。そう、やっぱちっちゃいですよね。ちっちゃいですよね、明らかに。でこれで140馬力230ニュートンです。なので馬力で言うと67馬力、トルクで言うと90ニュートン近く、はい、こちらのポロよりちょっとやっぱ劣ってしまうわけですよ、うん、でも重さがね、そうですね、全く違うのでね。ウェイトレシオ的にはまあ互角ぐらいなんですかね。そう、ウェイトレシオ今計算値が出てるかと思うんですけど、はい、体感上はウェイトレシオ的にどっちが良かったですか、うんうんうん、体感的にはね難しいね。こ
これ本当にスイフトの方はちっちゃいエンジンと思えないほどの加速をするんですよ。体感値的にね結構互角。せーので言おうか、せーので、うん、せーの互角。互角はだけど絶対計算値だから絶対違うですよ、うんですね、僕ポロの方がウェイトレシオそれでもやっぱ高いと思うな。ですかね、うん、あんたか重くてもね、はいはい、すいません僕だけ勝負しに行っちゃった。あ、いやいや、いつも攻めてるんでね、はい、マリオさんいるとマリオさんハキハキ言うから僕攻めなくなっちゃいますけど、はいはい、はい、搭載位置はやっぱ結構前だ。あ、前ですか、うん、そういう形ですね。さあマリオさん、はい、じゃあ問題です。燃費、燃費、おーっと苦手分野いつも無視してる項目です。無視してるんですか。無視はしてないけどあんまり、ええ、そう、はい、まあスバル結構燃費きついもんねちょっとね、はい、でも、はい、やっぱりスバルが、あ、もう今日はフラットで、今日はスイフトとねポロですからねなるほど、ちょっともうスバルの排除、なるほど、 STI のグローブしてますけど、あの安心してください、僕の予定に比較、ね、スバルって入ってましたので、はい、そうですか、安心してください。ついに、はい、ついに、はい、ついに来ますよ。おっと、さあ燃費は17.6 です。おー、それに対して GTI は上だと思いますか、うん、下だと思いますか。いやー、まあドイツ車のね、ね、割と最近マイナーチェンジしたわけですよね、うん、燃費はがんちょっとカタログの数値はあっちがいいんじゃないですか。ポロの方がこれ17で、まあ、悪くないと思いますけど、もうこれデビューしてねもう6年経ってるし、軽いとはいえ燃費はポロかな。本当、え、本当、いや、でもそういう感じはあるよね、うん、排気量でかいから逆に有利かも。改めてね、思うけど、はい、日本車の燃費ってすごいと思う、うん、あちら、うん、15.6。 おー、あっとっと、意外とそうか、スイフト頑張ってた。だからスイフトすげー頑張ってた。やっぱ軽さはそういったところでも武器かもしれないですね。なるほどですね、ちょっと僕の読み外れました、うん、スイフト、うん、新しいのまだ出ないじゃないですか、出るのかどうかも分かんないじゃないですか。気配すらないですが、でも、うん、この状態で十分商品力あるから ね、価格まで含まれたら、うん、もう未来英語って大げさですけど、このまんままだまだ10年20年作ってくれても、うん、僕は全然嫌じゃないし、なんか最後までこれでいってほしいぐらいの勢いがありますね。そうですよね、はい、まあまあ、僕はモデルチェンジしてもらいたいと思います。値段もね上がっちゃうでしょうし、また200万円でこのままでっていう、なんかそういう思いはあります。気持ちはありますよね、はい、だから値段は上がってほしくないっていう、はい、まあ、これ大事なところですよね、さあじゃあ荷室見てみましょう、はいはい、さあマリオさん、はい、じゃあラゲージ行きましょう、はい、はい、どうぞ。おなじみの、あ、これね、おなじみの、ははは、開けていただき、はい、まあ、トノカバーもちゃんとあって目隠しもあって、はい、で床下としては、あ、うん、これもう一段下がってる状態ですね。これ低い状態ですかね。そう、あ、こうするとちょっと上に、お、バッテリー派遣、ん、あ、バッテリーリアに、パンク修理剤でスペアタイヤの代わりにバッテリーをここに積んできてって。なるほどですね。いや、だからただ単に高いわけじゃないですよ。はいはい。でここでロックかかりますもんね。なんか引っかかりますね、うん、自然に。でさっき1段下だったので、はい、これで1段上になるっていう、うん、2段階使える。この2段底いいですよね。はい、凝ってますね。じゃあちなみに、うん、マリオさん、はは、素早く鉱石をここから倒してください、うん、はい、はい、素早く、素早く、これかした、直感的に、あ、これが、足が、あ、なんか出た、届くの、届くの、届く、届いた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 、あ、できた。さあ、マリオさん届くんであれば、まあ、普通の人、だいたいリーチが、ちょっとこのカバー相当テンションが上がってたけど、まあまあ普通に届いてできましたね。そうすると、はい、こういう広さでーす。スイフト行きましょう。はい。はい、さあ、どうぞ。は、お。あー、シンプル。ちゃんとでも、トノカバーあって、目隠しにはなっていて、はい、で、深さがすごいありますよね。そうですね。え、これ床下はどうなってるの？これは二段底みたいなものではありませんが、うん、低い。あ、もうこれは普通に。パンク修理剤でね。はい、はい。まあでも十分な広さですよね。はい。え、広さだけだとどっちが上なんだろう。あ、まあほぼイコールですね。イコールですかね。じゃあちょっとリアシート、はい、はい、マリオさん倒してみてください。倒しましょう。はは、あ、これさ、ほぼ同じ。どうですか、同じ簡単ですか、うん、どっちが簡単ですか。あ、こっちが簡単。簡単、軽い、うん、軽いです。軽い軽い軽い。しかも手届きやすそうだ ね、うん、やっぱりボディサイズ若干こちらの方が全長3890なので、短い分、だから短い分やっぱ手がも届きやすいっていう。届きやすかったし軽かったです、うん、はい、でやっぱポロと違って段差ができる。ここ、あ、ポロは段差がなかった。なるほど、これが大きな違いかもしれないですね。そこはちょっと値段のね、ちょっとポロもう一度だけちょっと戻りましょう、はい、ほら、だからこうね、この何ちゅうか、ちゃんと壁っていうか坂が。で、これ今一段下なので、マリオさんが今素早く上の段に。上げればフラットに似合う。あ、ね、あ、だから、車中泊しようと思ったら、うんうん、まあちょっと助手席頭打っちゃうけども、はいはい、まあこちらの方が荷物積みやすそうですよね。そうです。この辺りの違いはありますね。シートの隙間とかも、
ほどほどかな、あ、まあ同じぐらいですね、はい、さあマリオさん、はい、ちょっと鉱石チェック行きたいんですけども、ちょっと、はい、ラゲッジを締めていただき、はいはい、この今手の動き、はい、ちょっと締めていただき、どうぞ、はいはい、なんか私また変な持ち方してました、いや、うん、大丈夫です、大丈夫ですか、もうトラウマになってますから、何のこと言ってんだっていう方は、はい、ドアの閉め方ですよね、はい、こちらもお、ん、あ、こっちか、これはどっちがやりやすいですか、ね、要は引っ掛けるタイプか、うん、こっちで引っ掛けるタイプか、さあマリオさんが好きなのはどっち、好きか嫌いかで言うと難しいな、これどうやろう、ね、マリオさん意外とドアの開け閉め気にあんましない感じなのかな、ほぼ、いや、このね、あのいいから動画で出る前は1ミリも気にしたことがなかった、僕絶対こっちなんですよ、あ、こっちこっちの方が人間で引く方が力強いんで、そっか、そう、でも一回ね持ち替えないといけないんですよ、でもこちらの場合はそのここがねちょっとボルダリングみたいにちょっと引っ張るのはちょっと不安感あるんだけど、そのまま持ち替える必要なくパッといけるこれは、そうですね、パンといけ、だからどちらがいいかね、あのポロタイプは裏で引っ掛けてちょっともう一回やってみよう、さあマリオさんどうぞ、こう来て、はい、このままね、あのバンといけなくもないけどちょっとやりにくいですね、やっぱりね、この方がバンと行きやすい、そう、はい、だからやっぱ持ち帰るか勢いでいっちゃうかっていうのが必要ですもんね、はいはい、なるほど、まあどちらがいいかもう皆さん自身考えてください、はい、はい、まあいつもの僕の細かい視点で、はい、すいません、30年無視してたな、こういうこと、はい、どうぞ、はではでは、これ開け方1個しかないんで、はい、これはそうですね、すいません、はい、こうしかないですねはい、どうぞ、はい、乗降性、乗降性どうですか、乗降性は普通に、はい、はい、足抜いて降りてください、はい、はい、ほうほう、頭、あ、結構広がってますね、四角いので、うん、非常にその窮屈なことは何もない、で、はい、あの足元もすげえ広い 2.5 ちょっと待ってください、僕向こう行きます、はいはい、まあこれ使いやすいかどうかっていうと個人的には好きじゃないですけど、デザイン性はいいですよね、やっぱこのね開け方ね、マリオさんお待たせしました、はい、はい、はいはい、ただまあちょっとこのバケットタイプなのでフロントが、うん、まあちょっと人によってはこれが四角に邪魔になるんでしょうが、うん、私はおフロントにバケットがあるねみたいな、やる気だねみたいな、あ、僕ね、これ邪魔っていう邪魔って思っちゃう、やっぱり普通はそうだと思います、うん、そう普通の人はあれちょっと前見えにくいね、そうなんか前にすごい大きい人が座ってるような感じみたいですね、圧迫感ちょっとあるね、ありますよね、うん、私はおスポーツの、おこれスポーツの車かみたいな、よしよしみたいな、うん、そういう感じですよね、でドリンクホルダーはここに1個でしょ、はい、うん、もちろんドアポケット側にも1個あります、はい、ここにも携帯とか置いたりとかもできますけど、うん、まあシンプルだよね、アームレストはなしですね、アームレストないですね、はい、シート全体柔らかいね、このクッション性としては、ね、そうですね、まあ、残念もちょっと短めかな、やっぱりちょっと短い、はい、でもまあ膝元これだけゆとりあったらいいですよね、うん、まあ、4メートル未満のね車と思えば、うん、すごいいいパッケージングだと思います、え、頭の上はどうですか、頭はね格子ギリ1個かな、ちょっとこの辺が斜めになってるので人によってはちょっと頭当たるかもです、僕は、あ、なるほどなるほど、はい、そういったことね、はい、結構だから上部が狭まってるので、はい、この隙間がちょっと少ない感触はありますね、はい、じゃあポロ行きましょう、はい、さあポロどうぞ、はい、いや絶対ドアはやっぱやりやすいよ、そうですよね、だってここをグニャってやるよりかはそうですね、まあデザイン性との兼ね合いですよね、はい、はい、どうぞ、ドアが重厚だ、うおすごい、ドアがごつい、え、ドア重厚だった、ドアめっちゃ重厚ですね、これ本当なんか3倍ぐらい分厚い感じがします、なるほど、え、はい、ちょっとマリアさん待ってください、はい、ちょっとやらせてください、はい、はい、はい、どうぞ、え、これもうそもそも、まあノブがね、悪くないけど、軽いね、軽いですやっぱりね、何にせよシート倒したりするのも軽いし、まあ、何にせよ軽い、全部が軽い、操作軽い、重厚とか、こっち重厚、ね、だからそれがある意味、はい、ちょっと高級感にもつながるよね、はい、でマルさん両手で開ける必要はないと思うけど、はい、乗り降りは、ね、さあどちらでしょう、乗り降りはこれはまあ互角というか、あ、ちょっとでもスイフトの勝ちだ、あ、頭当たる、頭当たる、当たってますね、うん、スイフトもっと楽勝の感じだった、はい、足元はいいけど頭ちょっと当たります、で、あ、ちょっと反対側いきます、はいはい、膝元も、はいはい、あ、圧倒的にスイフトだ、え、マリオさんこれかなり予想外、これ2個分ですね、でもさ、うん、荷物室がそこまで広いわけじゃなくて、はい、結構鉱石の広さが、うん、結構犠牲になってる感じがするな、意外とタイトですね、全長長い割にはシートだったら座面ちょっと長いのは長いですね、なるほど、うん、長い、あ、確かに長いね、はい、マリオさんのだってもも裏が結構当たってるもん、うんうん、さっきはちょっと余裕がありましたが、
うん、座面の座り心地はこっちの方がいいのかな、うん、アームレストは同じくないないですね、はい、ヘッドクリアランスはヘッドクリアランスもねあこれ一緒ですね、まあ、一緒ぐらいやっぱりちょっと横のサイドがちょっと張ってます、うんはい、じゃあ横のサイドは一緒の感じってことですね一緒ですね、だからドアグリップがまあしっかりしてるのとやっぱりは、うん、そうね視界がすっきりして視界はすごい開けてますねこの辺りちゃんと で,、ね、でも、うん、元々のこのシートがすごく近い、はい、だからマリオさんが今背中をシートにつけてる状態で右手をパッと前に出した時に、うんはいはい、そんな距離感でしょヘッドレストまで、うんうんはいはい、あともう一つ覚えておいてもらいたいのは、うん、これお尻結構沈み込んで座ってません、うん、なんかね収まりがいいです収まりいいでしょ座面長いしだから座面自身が角度がついてるんですよ、うん、スイフトよりも、うんうんはいはい、なのでそのあたりもちょっと、うん、もう一度覚えつつスイフト行きましょうか、うん、あと USB2 個ありますねこのあたりが違いははまあドアポケットももちろんあります。じゃあスイスポもう一回行きましょう。さあマリオさん最近よく分かってきたよね、うちのテンションを、キープです。もうはいキープです。キープですよ、キープですよ、はいはい、さあさあさあはい乗り込んでいただいて手が邪魔あでも乗りそれでもなお乗りやすい、はい、あほらやっぱ広いよ。そうね明らかにもね、うん、これはもうあの前習いができますね、はい、これ違い結構大きいよね、うん、こんだけありますね。だから、はい、ヘッドレストはでかくて圧迫感はあるんだけど、うんうん、ヘッドレスト自身が奥だから距離があるから、はいはい、どっちが開放的かっていうと足も広いね。やっぱ座面が明らかにこれ短い。お尻全然沈まないですよ。沈まないでしょ。だから座り心地だけで言うとポロがいいけども広さで言うとこっちっていう感じだね、はい、どっちを取るかみたいな。僕ならどっちを取るかせーのでいきましょうか、はい、広さか座り心地かね、はい、どっちを取るか、はい、せーの座り心地。おおここは一緒なんだ。ここは多分一緒でしょうねまあそうだね、はい、じゃあ運転席いきましょうか。はいはい、はい、さあ今回マニュアル車でーす。持ってきました。この辺りの質感もやっぱり高いですね。202万円の車とは思えん、うん、本当思えん。シートもすごい厚みもあるし、はい、フロントシートの形状もいいもんね。いや本当ね、スポーツするシートですよ。ハンドル周りとか、はい、じゃあはい目つぶってください。右足上げてください。そっから無造作に2番、まあブレーキですよ ね、まあ、そうすね。この辺り MT ですね、うん、MT ですし、はいはい、まあこっち行くことないです、うん、まあ MT だからペダルどこにやろうが、はい、まあ操作ミスがそんなないのでね、操作ミスというか、あの、はい、ペダルの踏み間違いでフル加速っていうのは、はい、これもやりやすいです。ちなみに言うと、うん、このヒール&トゥーね、はいはい、はい、非常にやりやすい、はい、じゃあちょっと助手席行きます。さあ、あ、やっぱね、ドア軽いね。軽いですよ。ほんとドアが軽い。軽い。あの、決してチープではないんですが、軽いですね。うん。ほんと軽い。はい。これ360度いいですよね。これオプションではありますけどね、この360度カメラ。はいはい、なるほど。このあたりスイフト自身がもう5ドアのこのコンパクト系ですげえ実用的にもう突き詰められてる中で、そこにマニュアルにしてハイパワーのエンジン積んでのスイスポ悪いわけがないですもんね。はい、基本的なパッケージがいいですね、やっぱりね。さあ今視聴者さんが僕のスイフトとスイスポをどれだけ聞き分けることができたかここ難しいところですよね。スイスポって言いやすいよね。スイスポの方がまだ言いやすいですね、うん、スイフトスポーツ、スイフトスポーツなんだスイフトスポーツの神様で、まあこのあたりもメカニカルでちゃんとスイッチが出ており、うん、はい、で USB が奥にあります、はい、でドリンクホルダーは2つです、はい、奥小物入れもあります、はい、でハンドブレーキです。シートヒーターです。はい、これ鉱石のドリンクホルダーとも使える、はい、とこですかね、はい、まあベーシック、ベーシック、うん、すげーベーシック、ベーシックにこのねスポーツの仕立てがすごい自然で、うん、あのチープさもないし、うん、あの本当にこの値段からするともう十二分です。うん、はい、で運転支援周りは、まあ、来週の市場でもお伝えしてますけれども、はい、うん、ここにクルーズコントロールがついております。アクティブクルーズコントロールですね、はい、前走車を追従してくれるという形で、合わせてくれるという形で、はい、でも白線の今マリオさん触ってくれてるじゃないですかこれ、はい、これ実は押すとランプが、うん、どうぞつくんですけど、うん、これ車線逸脱のはずです、うんうんうん、あの鈴木さんの中でのセンタリングキープって、うん、クロスビーから始まってるんですよ今度の、うん、はい、あの去年マイナーチェンジしたんですけど、だからこの時はまだ車線逸脱をしそうになる時に警報を鳴らす、はい、もしかしたらハンドル支援まで若干やるかもしれないですけど、センタリングキープと車線逸脱の支援のハンドルは全然違うので要素が、うんうん、なのでそのあたりは改めてちょっとお伝えさせてください、はい、それで言うとポロはちょっとセンタリングもついてるので、はい、じゃあ最後にマリオアイズをお願いします。はいはい、私のこの目線から、
はい、サイド、まあよく見えますよ。そうですね、普通にやっぱりこの車のね小ささも、まあだからここだけもうちょっと本当ねすっきりしてくるといいね。角窓的なものはなくですがね、うん、そうですね、困ることはありませんが、はい、そういう感じでございます。さあじゃあポロ行きましょう。はい、はいはい、どうぞ、はい、ポロ行きましょう。ではでは、はい、はおよ、うん、あでもこういうふうにねパッと開けた瞬間は、うん、どちらがじゃあ202万円の車ですかって言われたらもしかするとねこっちって言うかもしれない。一瞬このドアすごいシンプルというか、なんていうか、うん、このドア寂しい、ちょっと、ね、ちょっとこのちょっと樹脂感がね、うん、でも、はい、ふっと車内に目を移した時にあじゃーっていう感じ。こっち来るとね、だってモニターがもう古い機種ですから。これはもうね400万の車ですねという、うん、でセンターモニターもあり、はい、さあマリオさん、うん、右足を無造作に上げながら、はい、今年の懺悔をもうすでに始めましょう。はい、新年で、はい、右足をこれどうですか、はいはい、まあ微妙にアクセルに当たらなくはないですが、うん、まあ問題ないかな。まあ問題ギリギリないかなぐらいですかね。すっげえいいっていうわけではないけども、うん、まあ FF の平均的な感じですかね。はい、はい、ブレーキペダルこれでかいですね。なんかでも、ね、でかい。ペダルがでかい。まあでも滑りにくいように、うん、これアルミペダルって僕そうこれはねちょっとお伝えしておきたいんですけど、アルミペダル選ぶときにはこのゴム材がちゃんと突起してる方が絶対いいですからね、うん、アルミが先に靴の裏に当たっちゃうって大概そのペダルは滑るので、うん、雨の日なんかほんと滑るので、うん、だからアルミペダルの見た目は良くてもこのゴム材が実際は靴にちゃんと当たるっていうその素材を、うん、あの純正品だったら大概がそうなってるんですけど、はい、たまにアフターで違うのがあったりするので、うんうんうん、そのあたりはちゃんと見定めた方がいいかと思います。はい、じゃあ僕も助手席行きます。あーハンドルこれ GTR かっこいいね。ええ、ですです。さあ、あスカーフプレートもキラキラしてる、はい、さあ行きます。はいはい、どうですか。あまずこのねここ赤い赤の面積がスイフトよりさらに多くてですね、やっぱこの何て言うんですか、赤ってよくねあの、うん、人を高揚させる効果言いますが、この赤の多さがですね、おおなんか俺 やる気になるぞ感が結構感じられます。高級感ある。高級感、うん、高級感ありますね。このモニターのね今時感、なんかこのねこういう黒と赤とのこういう境目とかも含めて、うん、この仕上がりが細かいですよね。最後すげえしっかりしてる、はい、だって超細かいよこれ。ドア開けた瞬間の内側だけ見たらあれと思いながら、うん、こっち見るとさすがですねと。パネルの組み付けとかの精度が高い、クオリティ感が。まあ残念なのは、うん、ここがデジタルで、はあ、ちょっとね押してる押してないとか含めて僕デジタルあんまこれ好きじゃないんで、あのスイフトの、うんうん、まあ、あのデジタルがね最高ですよね。あのアナログだ、あの、はい、アナログスイッチがいいですもんね、これね、まあ、一応できるわけですが確かに、うん、感触は何も伝わらない系ですね。そうなんですよ、はい、でUSB-C があります、はい、そう感触伝わらないハンドルとか嫌いでしょ。うん、うん、ですです、うん、これハンドルかっこいいですねこれね。ハンドルかっこいい、デザインめっちゃかっこいいですよこのハンドル。だからこことかね、はい、親指がちゃんと収まるように、はい、でも僕はこっちの質感の方が好きで、こっち好きじゃないの、このイボイボ。そうそう、イボイボね、うん、あえてこうしてるんでしょうが、うん、なんか世界的にイボイボの方がさ、はい、スポーツハンドルっていう認識されてるけど、のような傾向がもうその感覚自身古いんじゃないのかなってそうですか、もう世界を敵に回すみたいな。なるほど、この方がどうかな、はい、汗を染み込むとかなんかあるんかな、うん、あでもマリオさんグローブしてるから多分そのあたりは、あそうですね、うん、多分こっちが好きなんじゃない、うん、グローブしてる人は、うん、そうですよ、よりなんかグリップしやすいというかこうよ、うん、まあある意味だってもうこっちがイボイボしてるもんね。そうそうそう、やっぱこう、うん、そうそう、これでね、うん、グリップしますよ。で非接触型の充電器あります、はい、で走行モード切り替えがこちらはありますよ、うん、ノーマルスポーツカスタムエコーがあります、はい、あのスイフトはこれないです、もう一つしかないので、うん、はい、でもいやーやっぱねこのセンターモニターまで これやっぱ質感高いよね。さすが本当高いよ、まあ、高いだけありますよね。でもね400万円オーバーっていうのも納得は納得です。さあドリンクホルダーはちょっと小さめではありますけど、うん、2つここにあります。で手引きのサイドブレーキです、はい、でここにもセンターの、はい、小物入れもあります。スイスなかったんですよこれ、うん、これなかったんですよ、はい、だから目隠しで何かしまっときたいっていうのはスイスポはないですね、はい、だからこのグローブボックスしかないですよね、はいはい、さあじゃあ、うん、マリオアイズいきましょう、はい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 、あこれはね同じくそう三角窓ではないんですけど、ちょっとこのドアミラーとのピラーとの間のなんちゅうか視界がちょっといいですね。ここが小さいねだから。あそうですね、うん、
はい、こんにちは。だからここが小さいので、はい、まあその分ちょっと開放感というか、はい、人が遮られる率は少ないかもしれないですね。視界がよろしい気がします。あとあれですね、この車も2ペダルのみなんですよね。そうです。もう選べないということで、今回の比較も DSG とマニュアルになっているということですね。そうなんです、はい、まあなのでこの走りがどうかというあたり、はい、ちょっと来週になってしまいますけど、そちらを見ていただければと思います。本当、はい、多分今でも悩んでると思います、マリアさんは。僕も悩んでます。ずっとこれやりながら悩んでます、はい、脳内で。その結果をですね、今からちょっと取りながら最後、はい、今日帰りたいなと思います、はい、ということで試乗は来週公開されますので、そちらを見ていただければと思います。では今回も本当最後までご視聴本当ありがとうございました、はい、マリアさん本当ありがとうございました。カバワさんサポート本当ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたしま す, お願いします。ではでは失礼いたします。いいかライフを。ありがとうございました。また来週。また来週。あ、番組みたいになってきたね。ほんとね。また来週って、うん。はい。ありがとうございます。